進捗は見るのですか？閲覧なさい。総合の盾はこれですか？終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。うっす。なあ、あおや、いや、よっしゃ、じゃあ行くか。焦る気持ちもわかるが、待つしかないな。ごめんなさい。
い囚人。見るのです。あなたの奇跡です。これこのペルソナを手はお持ち。落ち着き。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。時間はあるか。そうか。ではこの辺で。
しいな。では。どうするのだ？ならば、案内なさい、囚人。何を言っているのですか？帰るとしましょう。
実は俺ちげえよ。帰ったか。Take off.
どれが欲しいですか？どうしますか？よし。ねえねえ。ああ。うん、なるほどね。帰ろっか。あっちいな。
どうだ？よし。行きましょう。ではまた。よし。暑すぎんだろう。さてと。なあ。
ます。どうしますか。あのね、もしかして。そうだよね、え？うん、お疲れ様。いらっしゃい。
いらっしゃいませ。時間はあるか？そうか。では、この辺で。雨ね。ナナ。
よし。なるほど。そんな。やだ。はい。よし。参ります。ではまた。いらっしゃい。どうしますか？どうですか？
ところで。オンに切る。なんということだ。まずいぞ。オンに切る。よし。帰るか。またな。
皆さん、またよろしく頼むよ。囚人は刑を執行する。さあ選べ。これで良いのか。引き継ぐ技能を選びなさい。なかなかの力を授かって、では始めよう。やめるのですか？見るのですか？あなたの奇跡です。このペルソナ、あなたの力ルールの終わりですか？なんだ。時間です、囚人。やあ。どうする？ねえ。じゃあ行こうか。どうするんだい？本当に？そういえば。
よし。じゃあまた。うっす。なあ。釣れねえな。やるか。Thank you.
あのさ、よし。ちょっと。よし。よし。
いやね。あんた。そうね。ありがとう。それじゃあ。よろしく。なあなあ。お疲れ様。またね。時間はあるか。そうか。ではこの辺で。ああ帰ったか。お決断なさい。総合の盾はお持ちの落ち着き終わりですか。なんだ。時間です、囚人。
暇暇か。よし。ありがとうね。断る。なんだと。
ちいいな。皆さん、またよろしく頼むよ。見るのですか？あなたの奇跡です。このペルソナをしてはこのペルソナですね。もう終わりか？なんだ、せいぜいあがけよ。異常気象ってやつ？お、なるほどね。
よし。だから。感じでどうだ？やろう。よっしゃ！楽しいな。釣れねえな。じゃあな。おう、帰ったか。皆さん、またよろしく頼むよ。どうですか？
どうするのだ。へへん。案内なさい、中心。確かに。わきまえろ、囚人。どうですか？
構成は順調かな？ジュスティーヌ、あなたの奇跡です。総合の大手はお持ちのフローの終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。お疲れ様。調子はどうだ？皆さん、こんばんは。今
そうか。これは。どうしますか？行きますよ。どうですか？皆さん、こんばんは。今日も頑張ろう。大事なのは、私は那那よし。ではまた。やるか。
ジュスティーヌ、閲覧なさい。このペルソナ、あなたの力です。終わりですか？なんだ。時間です、囚人。帰りましょうか。あっちいな。もどかしいが、どうしますか？では。どうですか？しますか？行きますよ。どうですか？うん。
じゃ。よし。なあ。おい。その、実はね。付き合ってくれない？行きましょうか。
ありがとう。よし。行きましょうか。それじゃ。どうしますか？行きますよ。
よし。どうしますか？もちろん。あのね、
意外とすぐ乗れたね。私、志保と会って救われた時にね、思ったの。出会いは宝物。私、もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってあげたい。でも、まだちょっと不安だから、君にも手伝ってほしいな。だから、君も私を頼って。うんうん。なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当によかった。我は汝、汝は我。汝ここに契りを結盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、恋愛の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。これからもちゃんとそばにいてね。うん、嬉しい。ご乗車お疲れ様でした。もう終わり？観覧車なのに景色全然見なかった。君ばっか見てた。前に一個くらいカップルらしいことする？って一つしかないよね。目って閉じた方がいいのかな？さすがにみんな焦ってるみたいだな。でもここまで押し迫ったら騒がず待つのが最善策だろうぜ。
ナナ。なるほど。行こうぜ。あのさ、いやいや、そうそう。よし。実はさ。
ありがとう。
それじゃ。しますね。囚人。うはー、すごいな。ふふん。ジュスティーヌ。
私見るのです。閲覧なさい。このペルソナ、あなたの力ルールは見変わりですか。なんだ。時間です、囚人。倒れないでね。倒れないでね。お大事に。つけておこう。
うん。じゃあ行くか。トレーニングで使い切った分補給しねえとな。陸上部だけど復活早々山内のやつ降ろされたって。武石の親が PTA 会長だって知ってるっけ。あいつが親にいろいろ吹き込んでな、スカウト選手なんて許しませんと他の親御さんと直談判したそうだ。山内どんな顔してたんだろう。学校側も
PTA 会長は無視できないってわけ。結果陸上部は復活、顧問は臨時で前の監督になったって話。いい君だ、スカッとしたぜ。あいつらなら陸上でいいとこまで行けるかもしれねえ。おう、おラーメン伸びちまうな、食おうぜ。うー、食った食った。本当はさ、ずっと怖かったんだ、あいつらと向き合うの。てめえのバカさ加減思い出すし、あいつらの軽蔑の眼差しとか、何より居場所をなくしたこと、ずっと忘れらんなかったからさ。こういうの柄じゃねえし、なんて言っていいかよくわかんねえけど、お前がいてくれたから俺は変われた。ゴタゴタに巻き込んじまったけど、お前最後まで付き合ってくれたよな。俺を見捨てなかったよな。ありがとな。不思議だよな。怪盗団のために体鍛えるっつう話だったのに、なんでこうなっちまったんだか。けど次は俺の番だ。これから先何かあったら言えよ。今度は俺がお前を何があっても助けてやる。我は汝、汝は我、汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、戦車の究極なる飛翁に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。感じるぜ、俺の新しい力。よし。さてと、吹っ切れたからにはバリバリやるぜ。まずは怪盗団からだ。頼りにしてるぜリーダー。だから俺のことも頼れよ。さて、充電も完了したことだし駅まで走るか。我が輩も誠に同感だな。あとは神のみぞ知るってとこか。